吉野屋、吉野屋は牛丼を主力商品とする大手外食チェーンストア、牛丼屋。株式会社吉野屋ホールディングス、略称、吉野屋 HD の孫会社、株式会社吉野屋、略称、吉野屋。株式会社吉野屋資産管理サービスの子会社なので、吉野屋 HD の孫会社が同店の運営企業である。 日本国における牛丼チェーン店舗数では2008年9月末以降、スキヤに次いで第2位である遠隔参照。本社所在地は東京都中央区で日本国だけでなく中華人民共和国、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、アメリカ合衆国、カンボジア、インドネシアにも支店を持つ。愛称、通称は吉牛、吉牛。 吉野屋の牛丼の略、口実。吉野屋は五期。吉野屋は、1899年、明治32年に、東京、日本橋で創業。創業者、松田英吉が、大阪府西成郡のダムラーザ吉野、現在の大阪市福島区吉野の出身だったことから、屋号が吉野屋になった。2003年、 平成15年までは牛丼のみの単品販売が特徴的で2001年平成13年夏にはコスト削減による体制を整えた上で外食大手の低価格競争に追随し牛丼並み製1杯280円という低価格と他のファストフード店と比べても一線を隠す配給スピード月時点店長の盛り付け速度は1杯あたり15秒で人気を集めた バブル崩壊以降、ミスタードーナツやマクドナルドなどと共に低価格路線を取った外食産業における代表的なチェーン店の一つであった。他の牛丼店と同様、原料である牛肉のほとんどがアメリカ合衆国からの輸入であるため、2003年、平成15年にワシントン州で BSE、牛界面上農お感染牛が確認され、 米国からの輸入が停止された牛肉の調達が不能になり、一時牛丼販売の休止に追い込まれ、営業の縮小や牛カレー丼、豚丼などの代替商品の緊急投入を余儀なくされた。以降は、ためー展開を行い、牛丼販売再開後も継続している。牛丼を休止した理由として、米国産牛肉でなければ、吉野家の牛丼の味が出せない。 米国産牛肉以外だったらタレの構成配分を変えなければいけない別の肉をメインに使用した牛丼を出たらこれ違うと客から文句が出るに違いない長期的視野で間違いの少ない選択をするためとの見解を示している。米国産牛肉の輸入再開後牛丼は販売休止以前よりも高い並製380円で販売を再開したが原材料コスト高や 再産性のなどの理由で当時は牛丼の通常価格は値下げしない方針としていた。2000年代後期に発生した牛丼低価格競争ではキャンペーンによる牛丼の期間限定値下げや低価格メニューの投入で対応していたが2013年になって280円に値下げした。その後消費税の増税により2014年4月に300円になり、さらにその後 米国産牛肉が出荷量減少などで価格高騰。加えて急激な円安による輸入価格上昇で同年12月17日から380円に値上げした。株式会社吉野家ホールディングスは吉野家グループの持ち株会社、外食産業の競争激化に伴い従来の牛丼中心から多角的に外食事業を行うために 持ち株会社化したものである。2007年、平成19年10月1日に、会社分割により吉野屋事業のみを行う、完全子会社株式会社吉野屋を設立して、従来の株式会社吉野屋 D&C が、株会社吉野屋ホールディングスに称号を変更する形で、持ち株会社化した。持ち株会社制に移行したことで、 牛丼事業を主軸としつつ、M&A により他の飲食店事業を積極的に参加に収め、グループとして幅広い事業に進出している。そのため、牛丼事業はグループの中心事業ではあるが、グループの一事業との位置づけである。今後、少子高齢化による市場の縮小も見込まれ、日本国内の牛丼事業は大きな伸びが期待できないことや、 牛丼事業に頼りすぎない収益を目指すことや、原材料共同調達等の相乗効果を狙う等の理由か、同社は、総合的な外食産業になりたい、企業買収を積極的に進める、安倍修司社長、当時という方針を出している。これに伴い、吉野やホールディングスは多角化経営戦略を強く、打ちし、M&A と海外展開を積極的に進めている。しかし、 牛丼以外の中核事業と位置づけている子会社が低迷しており、その影響で2008年2月期連結決算は最終利益が前期比91.1%減の大幅減益になったこともあって、今後不採算店舗の閉鎖や運営の効率化、不採算事業の撤退も含めて方針を見直すことも検討している。2010年、平成22年、本社機能を 新宿区から、北区赤羽南にある旧カルビー本社ビル、現、ポールトック、東京支社2点。その後2015年、平成27年、本社機能を中央区にある、リバーゲート2点。具を、丼飯の上に盛ったメニューを、丸丼、具のみを皿の上に盛ったメニューを、皿と称している。牛丼、牛皿から、平成、蕎麦ろ吉野家のみ、並。 頭の大盛り、大盛り、特盛り、吉野家の主力商品。注文における構成費は BSE 問題などの影響で減少してはいるものの、6割弱を占める2008年、平成20年5月時点。牛丼の店一杯、通常価格380円、対象期間2008年3月1日から2009年2月28日の内訳は、 原材料費が41.0%、人件費が51.3%で、残りの7.7%が利益との調査結果がある。2009年、平成21年に、デフレの影響で、同業他社が再度牛丼など一部メニューの通常価格について値下げを行っているが、吉野家は、通常価格について値下げの予定はない、広報部と、たびたび表明しており、理由として、 牛丼の値下げは、客数が増えても利益が出ないからと説明している。ただし、期間限定で値下げを実施することがある。2010年、平成22年4月13日、新メニューとして牛丼形成を開始したが、通常店舗では後に販売終了し、現在は蕎麦どころ吉野屋のみのメニューに変更。 同年5月31日までの期間限定メニューで牛丼特大生を販売した。2011年平成23年5月17日、次世代牛丼として牛丼並み生のご飯を従来の 260g から 250g に減らし、具は 85g から 90g に増やした。2013年平成25年4月18日、 米国産牛肉の安定的な供給が見込めるため、牛丼の並の価格を380円から280円に、大盛りを480円から440円に、特盛りは630円から540円に、値下げを行った。なお、4月18日より24日15時までは、牛丼、牛丼弁当、牛皿、牛酒定食、牛酒サラダ定食、 朝定食以外のメニューを一時休止する措置が取られた。2013年、平成25年10月10日、月時点限定で販売されていた頭の大盛り、具は大盛り、ご飯は並製が大盛りと同じ440円から、並盛りの価格から100円増しの380円に改定され、通常店舗でも販売されるようになった。牛定食に使用されている魚は、 鮭ではなく、トラウトである。2013年に、日韓現代が取材した際、吉野家の広報では、トラウトは、厳密に言えば、ニジマスですが、酒族に属する魚です。弊社で使用しているのは、海水養殖物。養殖物でも海で育てば、鮭、川だと、マスの名称になると認識しているとしている。なお、日本の消費者庁の見解では、 海水養殖のニジマスを酒として表示することは問題なしとされている。専門用語を使ったオーダーも受け付けている。代金は基本的にレジによる支払いであり、これは顧客と店員とのコミュニケーションを重視しているため、伝統的に醸し出してきた一つの文化という意味合いがある。一部では機械損失防止施設が 自動券売機を置かない理由の定説としてルフされているが、それは間違いであり逆に、労働生産性を徹底的に追求した場合、券売機は必然の道具と吉野家側も認めているが、前述の理由にて収益が許す限り、レジによる支払いを続ける方針としている。ただし、駅中カテナントなどの一部店舗においては、自動券売機が導入されている。 また、2010年、平成22年から、通常店舗の一部において、店舗維持、利益確保の対応策として実験的に、券売機導入している。日本国内の店舗において、一部商品券や、ジェフグルメカード、株主優待券などで、支払いが可能、一部店舗除く。電子マネーについては、エディは高速道路の一部サービスエリア、パーキングエリアと、 沖縄県全店舗で利用可能である。和音は、イオングループ外発の大型導入であり、2009年、平成21年5月11日より、沖縄県全店舗で導入開始、2010年、平成22年4月28日までに一部店舗を、除き全店に導入完了し、吉野や和音カードも発行している。スイカなど、交通系乗車カードは、 大半の店舗で導入されていないが、大阪周辺の JR 駅舎内、駅改札内及び JR 駅に近接する一部の店舗では、愛子化が導入されているほか、博多駅、熊本駅に近接する3店舗では、守護家が導入されている。また、イオン系のショッピングモールに、テナントとして入居している店舗でも、和音や交通系 IC 乗車券が利用可能である。いずれも、 これらと、相互利用を実施している、スイカキーとかパスモとかマナコにもか、早か、ンも使用できる。クレジットカードでの決済については、東京国際空港と成田国際空港の空港ターミナルビル店舗のみ可能である。ただし、2018年12月3日から導入された、折り紙、ペイを使用して、支払いすれば、日本全国の吉野家で、折り紙ペイに登録した。 クレジットカードで決済が可能。クーポンについては、CM、口実を流して、全国の店舗にて行う、大規模なものから、新聞の折り込みチラシ、一部店舗による、反則キャンペーンなど、特定の範囲内で行うもの、特定商品購入時に付帯するもの、など、各種存在し、特典も、店内、持ち帰りの一部商品を無料、値引き、 特定条件を満たした時の未無料、値引き、丼などの景品などと状況によって異なっている。国内は1207店舗、海外は703店舗、2017年2月末現在。海外は中国に376店舗、アメリカに103店舗、台湾に58店舗、香港に58店舗、インドネシアに57店舗、タイに15店舗、 シンガポールに十2店舗、フィリピンに十2店舗、マレーシアに9店舗、カンボジアに3店舗である2017年2月末現在。基本は、馬定系、U 字型のカウンター席。牛丼を単品で早く出すことに特化した作りである。吉野家の利益率の向上に一役買っているが、2008年、平成20年時点では、来客の8割以上が男一人であり。 新たな客層を取り込む側面からはデメリットである。そのため、ファミリー層や女性グループなど取り込みたい客層に応じて、口述のテーブル型を増やすといった出店戦略を取るようになった。飲食業として、日本で初めて24時間営業を行ったのは、吉野家である。市場調査のため、実験的店舗を開設することがある。 いずれも1990年代後半頃に通常型店舗に改装または閉店したオレンジドリーム号と称するキッチンカーを3台保有している東北、関東、中京、関西各一台主に店舗改装時に使用されるが稼働スケジュールに余裕があり約300食以上が見込める場合は V イベントでも活用されるほか災害被災地2011年の 東日本大震災や16年の熊本地震への炊き出しにも活用されている。牛丼弁当のみ提供される吉野屋は牛丼屋であることから、吉牛、吉牛と省略した愛称で呼ばれることも多い。しかし、一連の BSE 問題の影響で牛丼の販売ができなくなっている間については主力商品を豚丼にシフトしていたことから自然発生的に 吉ブー、吉ブーという愛称でも呼ばれるようになった。吉野家川もその愛称を公認し、2004年、平成16年3月より、マスコットキャラクター、吉ブー別称、坊ちゃん、ブーちゃん、吉牛別称、牛ちゃん、牛ちゃんを登場させて、広報活動を行っていたが、2006年、平成18年10月31日に終了したが、2012年、 平成24年6月よりこれらに変わる新キャラクターとしてヨッピーが誕生した。なお、現行マスコットキャラクターのヨッピーに関しては主に同社のモバイルサイトを中心に広報活動を行っている。ヨシノヤは、基地の字に、土のもとに、口、土、ヨシの字体を用いている。しかしながら、 そのメジャーさとは裏腹に日本の文字コード規格でこの事体は包摂の対象になっており表示できない環境もある。本文中では吉野屋と表記する公式ウェブサイトでの社名の表記には画像が用いられているが、ウィキペディア他一般では基地、市のもとに口で大体表記される。また漫画、筋肉ン,ンなどの作中で 吉野家の名が頻繁に出ていたことや、競合チェーンに松屋が存在することによる影響から、吉野屋とご表記されることが多い。過去には、吉野家の家を強調する新聞広告を出したこともあった。2010年、平成22年8月23日から、吉野屋は、ツイッター公式アカウント、吉野屋ドンで情報発信を開始した。文体の特徴として、 牛を多用するる。独自のスタイルが定着している新日本プロレスのスポンサーでもあり、コラボ企画として、所属選手であるマカ型ナディア中村信介を起用した限定 CM や冠スポンサー大会となった吉野屋プレゼンツキズナロード2013では、新日本プロレスとのコラボ丼が制作され抽選でプレゼントされた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。